Born in 1957, Saito Hitohira Sensei succeeded his father and teacher, Saito Morihiro Shihan, after he passed away in 2002. He is now the leader of the Shinshin Aiki Shurenkai, an Aikido organization he created especially to preserve, develop, and spread the teachings of his father's Aikido. He started Aikido himself at a very young age, under the founder Ueshiba Morihei after the master's passing he studied on with his own father he became an official instructor at the iwama dojo in 1986 and took care of both the dojo and the aiki shrine until 2004 when he created the shinshin Shin aiki shurenkai saito sensei emphasizes the precision of basic techniques and the relation between weapons and taijutsu his goal is to preserve Iwama's Aikido as it was taught to his father and to himself by the founder. To him, it is not only a question of techniques, but also of lifestyle transmitted through practice, farming, and the founder's religion. His artistic sense is actually not only expressed in his Aikido, he is also a chef, a calligraph, and a sculptor. Today, he conducts various seminars around the globe, as well as a traditional Uchi Deshi program in his own dojo, the Tanren Khan, where he welcomed us for this exceptional interview. えー、この道場は岩間新進愛機修練会の本部道場として、えー、現在利用しております。岩間新進の新進とは、上、え、芝、ー、森平成生が日夜神に祈りながら農作業やら、えー、武道の稽古をされておりました。その姿を表して神を信じる愛機道岩間地名ですね。岩間町という岩間新進愛機修練会。 それが独立からの名前としてて使っています現在愛機会から独立しまして十数年経ちましてその時からこの岩間新進という名前を使っております、えー、非営利団体 NPO という形でやっております。 え、岩間流合気の特徴とは、あカイスは合気道は剣から成り立っていると。日本の三種の審議にも剣は大事な位置を占めております。えー、そういう意味で合気の剣、上、対実の一体を持った稽古をやっております。その特徴はまず、えー、素振りへ。素振りという形の七本の素振りをやり、 四方斬り八方斬りという自由自在に前後左右の切り分ける練習をし、そして日々の稽古に、その素振りを土台に進んでおります。え、回も素振り、一番が素振り、40年、50年と言っておりました。え、その後、えー、だんだんと分かってくるもんじゃということを言っております。えー、合気道では解書、回所、行所、創所の動きを 一日の成り立ち朝6時半より神の前にご神前にてのりと惣状そして16分の鎮魂そして表に出て 山の合間で、え、武器技の稽古をしております。雨が降れば中で、え、退日やら、武器取りの稽古をします。え、主に朝の稽古は武器技の稽古となっております。そして一日が、あ、目めくくとして夕方の稽古が7時から一般稽古があります。合間にうち弟子は身の周りの、お、整理整頓、掃除やら洗濯やら、 食事の当番制の食事を代わり代わりにやるわけですが、うち弟子という制度は王先制の時からありました。昔は王先制の食事を作っていただいたものを食べていたのですが、今は独自皆さんが作って食をしております。昔はうち弟子と言ったら先生のうちに住み込むのが普通なんですが、そんなに広くありませんので我が家が。ですから 森博先生が作った道場で今は寝泊まりしておりますでまあ朝の稽古、自由稽古、そして夜の稽古です私は、えー、お腹の中から大先生、上柴先生の声を聞きながらお聞きになりました私の姉妹たちもすべてそうです 王先生がいなければこの体が私と、このように出ておりません。相手とすべてが私の体でありまして、生活です。えー、常に、上島森平先生を尊敬して、自治や稽古に励んでおります。亡くなった後も、会層において残された文献を見ながら、また勉強しております。その紐解きに役立つのが森博先生の教えであります。 私は普段、どのような活動をしているかと言いますと、農業、武と農業というものは、命を守るもので、武能一助と、大先生はいわゆる野外道場として、あまに戦前に来られたわけです、えー。私は今、田畑を耕して、まあ、大先生は体を鍛えるためにやったみたいです。そういうところもあるみたいですが、私も同様にやっておりますが、 体の自由が利くうちはやりたいなと思っております。今、田んぼ5田んぼ、畑4田んぼを耕しております。その他、大阪では安倍静積先生から基本的な書を教えていただきまして、うちでしたがカエル折、T シャツなどに落書きをしておりますが、また、 ご神前の獅子は私が彫りました飾り獅子という、神前に間を払うという意味で、父の葬儀の時も飾らせていただきました。私が作ったし、まあこういうことも楽しみでやっております。えー、別に、生活の糧をこれで得てるわけではありません。あの趣味の問題ですが。 この合気道というものは結局私から離れるものでないですしええ海藻の生活と私の子供と子供の時の生活はダブっておりまして母が海藻ご夫婦の食事の身の回りのすべてをやりましたので小さな子供たち私と子供海藻と同じお料理を食べて同じ釜の飯を食べて大きくなりましたお風呂も 一日おきにカイのお風呂を残り湯をもらいに行って合間にカイソや奥様の肩を揉んだのがいい思い出とあります私どもの合気道は上柴森平先生が大本の武田総括室で出口小三郎先生の <laughs> 言霊という日本古来の解釈があります。それが非常に海藻はお気に,入りになりましたそして古事記を一生懸命勉強されました。そういう流れで、大元の神道の流れでお祈りをしております。祝トの本も大元のを使わせていただいております。これは海藻がされていました祝トでありますして、海藻はさらにまたいろいろな神様をお名前をお祈りの折に言っておりました。 東平小石先生が大先生の神様何人出るか数えたそうですが、100以上出てきたそうだっていうことをびっくりしておりました。それをそらんじていたんですね、お返すは。合気道の精神性っていうのは、殺ではなくて、生かすということで、気づかせる。 生する。相手の心を正しい方に生する。そしてその人を生する。生するという言葉は難しい言葉です。コントロールするということもあるし、言うこと聞かない子を叱って正しい道に向けるという、そういうふうな性格でありまして、一,一撃必殺という言葉は相手とでは言いません。回数は特に言いませんでした。生するという言葉を常に使っておりました。ですから、 木結びの立ちというのは合気道にありますが、これは非常に、あの、さ、いつでも、ほら、いつでも、ほら、というように気づかせて、これでもか、これでもかというようなアイディアがたくさん詰まっている意味合いの素晴らしい具の極意だと思っております、行きつく先の具ですね、札の具でなく、調和、合わせ、えー、祭り、釣り合いの祭り、そういう感じの合気道というものが、世に出ても、 人々のお付き合い、会社のお付き合い、全てにおいてこういう祭り、合わせ、合流する、人の心と合流する、その良い,い方に合流していく。そして、その合流も良い,い方に、良い方に向けていく。そして、公のために進む。個人ではなくね、公のために進んでいくのは素晴らしい愛機能。そういうものにつながっていくと信じて、私は今の岩間流の岩間真じをやっております。 非常に素晴らしいいことだとだ思いますカイスは部は愛でありますと言いました愛というものはラブではなくて神様の愛隔てなくいい人も悪い人も知的の知識の豊富な人も全然知識のない人も分け隔てがない右も左も分け隔てなく皆様を慈しんでくれるのが神の愛愛そのの愛 愛というものを、王先生は武は愛であると言ったんですね。ですからそれも武道家で今までそのようなことを言ったのは王先生だけじゃないかと思います。時宗先生もそれを表現されたということは素晴らしいことだと思います。これは厳しい稽古をしているからこそその言葉が出る。 だんだん力を必要としなくなるんです。それは腹の力。弾力を使うというですね。腰の、まあ、下半身の充実が一番大事なことで、腕力ではないんですね。まあ、そういうところは少しずつ稽古によって得得していくもんで、説明では,これはできません、なかなかね。言えば神様に罰せられるかもしれません。ひったかばりすんじゃないのって言われるかもしれません。 まあ、とにかくあの木とかねそういろいろなことをあのお話しする方がおりますが徐々に徐々に感じていくものなんですね最初から木を表から出して一から教えるっていうわけにはいかないそれは少しずつ少しずつ感じていくものでだから毎朝の鎮魂などをして腹を練って神の心を感じられるような心の広い幅の広い人間になっていけば分かっていくことだと思いますが これはどんなあの音楽の世界でも芸術の世界でもこれだっていう師匠について花見離れずついて修行するというのはどんな世界でも重要なことで武道に限らず特に武道は命のやり取りのことを勉強するわけですですから武道はあのゲームをしません勝ち負けのゲームをしませんいや稽古の中には たくさんその弱ければそういう状態は稽古の中で感じますので改めて勝ち負けの稽古はしないんです稽古でしっかりと学べとしそれで稽古が実践に勝るとも劣らない稽古でなければいかんという階層の考え方は勝ち負けというつまらないものではないともっと意味が深いだからそこにまた世界平和のヒントがあるんじゃないかとは思いますね強い弱いでない 私は男一人なんで兄弟あお、まあ、私の兄弟は女の方が三人いるんで姉が二人妹が一人えー、まあ奈良クにおいては私は男一人だったので、えー、何もやるものなく結局合気道をやっておりますがまああの継承と大,大げさなことは言えませんのでな自然の流れとして今こういう立場におりますけども すべて大先生を見ながら、大先生一筋にこう見ております。その橋渡しに森弘先生、親が、お父様がいる、お父さんがいるということですな。私の子供も、男の子4人もおります。二、えー、人の子がやってくれております。えー、下の子はお坊さんになりまして、えー、今、比叡山の方で勉強しておりますが、修行をしておりますが、二番、 2番目の子番目の子が徐々に継承していくことまた今回森弘という上芝森平先生から頂い,いた名前をその息子康弘に継承しようと思っております。6月に演舞会がありますがその折皆さんに知らしめようと思っております。 私の流れというものは未来像としては岩増聖子のグループがヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、オセアニアにもありますので今のままゆっくりゆっくり輪を広げていくような気持ちで進んでいければ幸いかと思っております。 私はとにもかくにも、合気道というものは、上芝森平先生が体制を作られた。えー、それには、大統領のアイデアも当然あったでしょう。そしてまた、いろいろな諸派、ほ道の世界の導きもあると思います。しかし、回想はいつ,いつも言っておりますが、神の流れ、神からいただいたと言われておりまして、神様からそのアイデアをいただいたと。お それを言ってはばかりませんでしたので、古流の武道と海藻は神の教えによって導かれたと言っておりますので、えー、出口をし鬼三郎さんこのようなことを言っております。ようやくこの世に神世の武道が出てきたと。上島森平役さんによってようやく神世の武が出たと。神世の武というのは神様の世界の武道が出てきたよと。 これは勝ち負けではない。そういう、えー、調和は合わせ。歯車があ,あって、えー、一つの機械がスムーズに動くように。時計の中にはたくさんのあの、歯車があるわけですね。それでどれか一つが壊れても時計は動かない。そのような、誰でも理解してできる。しかしそれ、それには簡単ではありませんな。その、その努力することが素晴らしい。 それが禊につながる。日本の武道というのは常に禊というものを概念があります。海藻は一番先に禊から愛きは始まると言われている。これ非常に尊い言葉で、とっても崇高なこと神様を上に置いて人間がその下にこの世がある。神様から命をいただいているし、そして魂も預かっておる。そして肉体を捨てて神世の世界に 戻るというわけですね。そしてまた生まれ変わり、死に変わりする。植物の種がこぼれて来年また芽が出る。花が、芽が出て葉っぱが出て花が咲いて実を結んで、朽ちてまた冬を越してまた芽が出る。そういう人間の死に変わりも永遠に続いていくわけです。だからこの岩間新身の合気道も永遠につ続いていってもらいたいと思います。海藻の愛希として、 はばからないです、私は。まあそういうことで、えー、独自に見えますが、王先生の心が私の心でありまして、公に頑張っていきたいと思う。プライベートでなくね。まあ、以上であります。またあー、興味のある方は、いろいろなところでお会いできれば幸いです。<music>